筋トレすればここ引き上がっていくんですね。小川慎弘です。はい、今回の動画は忙しい人用鼻の下を短くする方法をあなたにお伝えしていきます。まあ、鼻の下ですけど、こう年々こうだんだん長くなってきてるとかっていうね、うちのお客さんもいらっしゃるんですけど、だいたい40代50代の方がそういう声がちらほら聞きますかね。で、若くてもこうもともと長くて気にしてるって方もいらっしゃるんですけども、どうしてもこう鼻の下が伸びちゃうとちょっと老け顔に見えたりとか、おもなかに見えたりして、まあ見た目すごく損しちゃいますよね。見た目年齢も上がっちゃいますので、ですのでここを短くすることで若々しい顔が作れるんですけども、まあ、今回は忙しい人用ということで、触らずに、何も触らずにもう簡単にできる方法をお伝えしていきます。で、まあここが伸びてくる原因としてはですね、まあ、口の周りの口輪筋の衰えなんかがやっぱり関係します。唇は上と下が両方ともこう重なり合っておくのが大事なんですね。特に今下唇が上唇にこうグッと下から押し上げるっていう力が普段から効いておかないとダメなんですけども、まあこうしてマスクをすることで、こう口がポカーンと開いたりとか、鼻が詰まってる方なんか口呼吸で口が開いてきたりとかして、どうしてもこの辺の筋肉の衰えですね。ですので口輪筋周りとこの辺の普段のサボってる筋肉を、まあ単純に筋トレすればこう引き上がっていくんですね。なんか昔小学校の時とかな、鉛筆使ってる時とか、よくこう鼻の上にね、こうやって乗せてやってたことあると思うんです。一度はやったことあると思うんですけど、普段こういうことしないので、この筋肉だけを使うってなかなかないですよね。口角をグッと上げて普段から意識してるとかじゃない限り、やっぱりこうサボりがちなんですね。ですので今回はそこを筋トレして鍛えていきます。ですのでマスクをつけた状態でもできますので、普段こう仕事の合間とか移動中とか、どんなシチュエーションでもできます。ですのでそのやり方をしっかり覚えてもらって、忙しい時にももういつでもできるようにやっていきましょう。では早速やっていきます。はい、今回のミッションはね、2つあります。1つ目はですね、うーの口を作って上唇をこのまま鼻に押し上げます。持ち上げます。うーの口からうーって上げます。で、これがなかなかできにくい人は、先ほどみたいに何かこう挟む練習なんかでもいいんですけども、こう動かすことが筋トレになりますので、しっかりとこう上げるっていうことですね。ではこれまずね、30秒行いますね。じゃあまずうーにしていきます。よーい、スタート。はい、これで30秒ですね。さあ、ただこれで終わるとですね、うーの口が定着してしまって唇が太くなっちゃいますので、次のミッションにも同じことをやっていきます。で、今度はですね、唇は隠します。で、隠しすぎるとこう突っ張りすぎてやりにくいので、唇だけが見えなくなるぐらい軽く隠します。で、この唇を隠した状態のまま、先ほどと同じようにこの上唇を鼻の方に近づけるように上げていきます。こんな感じで、これ最初ね、多分普段サボってる方はなかなかしづらいと思うんですね。うーの口はうーにした時点でもこうちょっと上に近づきますから、比較的上げやすいんですけども、唇を閉じちゃうとちょっと力がね、最初入りにくいと思うんですね。ですので鏡を見ながら、まあ、この辺の上唇虚筋っていう筋肉とか、上唇美容虚筋っていうこの上唇を上げる筋肉だから、小鼻も一緒にこう上げるようなイメージでやってもらえると使いやすいと思います。で、これも30秒いきますね。で、唇だけを隠して、で、よーい、スタート。これで30秒ですね。はい、これで終了です。まあ、手を使わないので本当にマスクで隠れた状態でも、もうどんな時にもできますから、ただ最初にこの2つ目のミッション2が最初できにくい人は、ちょっとできるまでね、鏡の前で見ながら練習してみてください。はい、では今回の動画ね、おさらいしていきますね。今回の動画はですね、ミッション2つありまして、忙しい人用ですので、もうどんな時でもできる、忙しくてもうね、そんなしてられないよっていう方にも
できますし、もうめんどくさがりの方でもですね、もう手も使わないし、もうダラーンとした状態、テレビ見ながら、寝ながら、お風呂入りながら、何してる時でもできちゃうもんなんで、しっかりとやり方を覚えてそれができるようになっていきましょう。まずミッション1はですね、うーの口にしてこのまま上唇を鼻にくっつけるように上げます。で、この鼻の下が伸びてくる原因としては、この口の周りの口輪筋が衰えてるのがやっぱ原因と言われてるんですね。だから普段からこう唇をこういろんな形に使うことってなかなかないですし、マスクをつけてると余計にこう口呼吸になって口がポカーンと開いたりとか、口を閉じとくっていうことがほとんどないと思うんですね。もう一日中サボりまくって、それで筋肉が衰えて普通の時にこう間延びして、で鼻下伸びてくるんですね。ですので、そういった方はこの筋トレをしなきゃいけないので、うーの口で上唇を鼻に押し上げるように持ち上げています。で、これをすることで筋トレ効果で徐々に上唇、この鼻の下がぐっと持ち上がることで短くなっていくんですね。ただし、このうの口だけで終わってると、こういう口が癖づいちゃいますから、次のミッション2でさらに仕上げていきます。で、ミッションにも手を使わずにですね、唇だけの筋トレなんですけども、やり方は唇を覆い隠します。隠しすぎないように、軽くも唇が見えなくなるぐらいも軽く包み隠してください。で、その状態で先ほどと同じように上唇を鼻の方に引き上げるように運動していくんですね。おそらく普段サボってる方とか、鼻下だんだん年々伸びてるっていう方はもう特に使えてない証拠ですから、最初は鏡を見ながらしっかりとね、正しい動きを覚えてください。そうするともう鏡見なくても、手を使わなくてもいつでもできるようになりますので、小鼻も一緒にちょっとこう上がって矢印鼻になるようなイメージでやってもらえると使いやすいと思います。ですので、最初はね、やりづらいっていう方はちょっと鏡を見ながら、なんだったら最初だけちょっと手を使ってサポートしながら動きをね、誘導してもらえるとできてくると思うので、ぜひね、お試しください。で、やっぱりこう年齢とともに衰えっていうのはもうね、何かこう予防していかないと止めれないので、もう今のうちに気になっている方はもう早めのね、策として普段から使うようにしてみてください。で、このやり方を覚えてもらうとですね、もう手も使わないので、もうどんなシチュエーションでもできますので、毎日こうやる癖つけといてもらうと、まあマスクをね、この先ずっと続けることもしばらくは続くと思うんですけども、まあ、今後ねマスクを取る時期も多分来ると思うので、その時に今のうちにこっそりとマスクの下で筋トレしておくと、周りのみんなとね差をつけることができますので、ぜひ今のうちにねこっそり筋トレをしていきましょう。で、今回の動画を見てね、いいなと思った方、高評価、そしてチャンネル登録とコメントの方もよろしくお願いします。で、また次回の動画でねお会いしましょう。小川慎でした。